9だ9が喧嘩弱いヤンキー腹いせに水切りやりすぎて肘ぶっ壊れてるヤマト、この後です今日は何、今日は地元のり大好きな大好きな地元のセブンにおります。いつぶり、下北泥系ぶりやね。おおガチヤバいね。僕たちコムドットのモットーはですね、地元のりを全国へ、まあ、こういうモットーで活動してるんですけど、まあ、改めまして言うと、まあ、僕たち5人っていうのは、まあ、地元の友達で、言うなれば小中学校が一緒で中学校のバスケ部が同じ5人組だよっていう感じでやってるわけなんですけれども、まあ、仲がいいなと。いいね。まあ俺らのそのやってるノリとか面白さみたいなものが全国に伝わったらいいなと思って、このスローガンを立ててやってるわけなんですけども、はい、どうですか、もうチャンネル登録160万人ですけれども。いやすごいよ。要はまあ全国に届いていってるよね。うん、そうそうそう、まあ、達成っていうのはこのスローガンにはないんだけど、うん、結構広がってんじゃねえかな、まあ、どんどん広がってね、窮地の話とか街の人がしてくるようなのが面白いってことで、うん、そう、それで言うと、まあ、この間ヒカキンさんとコラボした動画でヒカキンさんが窮地見てる言ってくれてたね。これやばいね。どうですか、なんか最近地元のり広がったなーって感じることありますか。僕で言うと、うん、コラボした相手とか、まあ、ちょっとお会いした有名な方に油そば今度食べさせてよみたいな。あー、うん、地元の人たちが食べに行く場所ですかね。そうそうそう、ファンタスティックスのソータとかもちょっと今度油そば食べ行かしてよみたいな。それぐらいやっぱ地元の油そばがみんなの食べたいものになってるのが嬉しいな。あ、確かに、まあ、あと街中にちょっと堂本みたいなやつ増えたの。いやいやいねえよ。木内和也かなたって結構知ってる人いると思うんだけど、うん、瀬能とか小川とかクロちゃんとかをやっぱ街中からいじられたりしたらさすがにおってなる。俺も確かに、さっき瀬能くんいましたよとか急に言われたら、お前もんすよ、知ってる。なんでお前ちょっと来いよってなる。すいません、木口先生のエプロン落ちてましたよ。わかるだろ、木口先生は。なんでわかんないの。あら、伊藤先生の顎落ちてましたよ。分かってよかった。え、木口先生覚えてない。なんで宮崎先生エロかったとかあったら切り切る。あ、なるほどね。あと、久保先生がここで爆竹持ってた話とかまではしてる。そこまではしてる。ということで、本日の企画なんですけども、本日がですね、はい、3月の31日です、はい、で、まあ何の日かって言いますと、僕たちって今22歳、まあ大学4年生の代なんで、友達とかは明日から就職みたいな。俺らはまあ就職じゃん、これ。まあ就職しちゃってるんだけど、俺の方が一歩先に明日から新たな道に進むっていう友達が結構多いから、この前日は地元にいたいな。はいはいはい。地元にいつもいるんですけど、この地元のセブンにいたら結構友達通るじゃん。こないだも普通に木内とか来たりとか、友井来たりとかね。確かにそういう感じになるから、まあ、その様子をちょっとお届けしたいなと思って本日撮っていきたいと思います、はい、ということで本日の客、地元のいつものセブンに5時間いたら友達に何人会えるのか。5時間です。長長すぎるんで、多少来たらやめましょう。そうです。全員来てくれれば終わるよね。いや別にあれです、5時間もいないですよ。タイトルに5時間って入れたいだけなんで。そう、じゃあこれは謝れん、たまねぎ詐欺してしまいました、すいませんっていうのはできない。あ、じゃあじゃあ それはできない。あ、ほんと。まあけどいいよ、今タイトルコールしたのがヤマト、うん、でサムネ作ったのがヤマトでしょ、うん、で俺らは謝る気りないから。まあそうだ、謝んないよ、だって、うん、5時間いる可能性があるっていうだけの話で、この可能性を見れない人たちはもう将来ダメやね。なので今まあけどね、そういう人もね、あの光は見えてくると思うんで頑張ってください。てな感じの企画でね、地元のりが何なのかっていうことについて、まあちょっと軽く触れておきたい。地元のりって何。まあ地元の人たちといるときに、地元の人たちとだけで分かり合える楽しい出来事。はいはいはい、ことじゃない。他の地元に持ってっても分かんない、うん、それを伝えていってるのがこの俺らの動画。なるほどね。いや普通に他の地元と他の地元がこうなったときに、そんな伝え合おうとしない。別に地元は地元で楽しいし、お前ら分かんなくていいし、うん、高校にいるときの自分とここにいるときの自分で分け、はいはいはい、それはゴリゴリ、これがこういうことで、うん、こういう風になって、キューチはこういうやつで、わざわざ伝えて、うん、面白いものなんだよこれはっていうのを説明してるチャンネルや。そうだね、だ説明チャンネル。もう地元のりを全国に説明してるチャンネルよ。類的には考察チャンネルと同じ類だ。そう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 、めっちゃ昔の動画に伏線あって2年後とかに回収してくる、出てくる。そうだね。結構視聴者の人が伏線に感じてくれてることってめっちゃ多いね。あるよ、内田の傘の話を普通にトークでしてて、ゆうとかその傘持ってきて、これが内田の傘だ。うちの傘確かに丸いわみたいなのがやっぱそこで分かってはないな。その地元のりってやっぱ地元でやってるものなんですけど、そこに外の友達とかも来て、で一緒に仲良くしてって、そこでまたのりが生まれる。ちょっと待って、ごめん竹怒れる、やっちゃったー。
まさかのアニメ声やっちゃった。友達からまさかお前がこんなに大きくなって一番ビッグになるとは想像もつかなかったよってきて。誰やねん。大学で一番仲いいやつ。そうか、そっち行ってきた。名前名前は伊藤浩太。おい、浩太浩太お前フルネーム言ってやんなよお前。まあ今その伊藤浩太くんで名前が出てきましたけど、まあ例えばリオくんだったりね、まあリオくんの元カノのリコちゃんだったり、地元のノリって言っても、うん、まあ外の友達もこう入り乱れちゃうみたいなとこも俺らの地元ではあるから、うん、 そうね、それの一番いい例として、まあボン君がマネージャーやってますけど、うん、で、いいの？今日の動画はそういう動画にしていきたい。おっしゃー、お疲れ、はい、お疲れっす。うちのマネージャーのボン君なんですけど、まあ、知らない人のためにざっと説明すると、うん、まあ、僕の高校の同級生で同じ水球部、うん、はい、今はもうマネージャーやってくれてて、うん、1年ぐらい経ったかな。でもメンバーとマブですと。で一応5つ上。じゃあ高校の同級生おかしいよ。だからめっちゃあれしたんでしょ、中学でめちゃくちゃ遅れちゃって留年中学生、中学新しくないか。もう新しいことしそうな目やかんねあんた。マジかんでやねんお前。あ、いけなかった。何がやねん。え、っていう豚でしょ。長くない。同級生だった。で今この子もとマネージャーやってくれてる豚でしょ。人間でしょ。指5本あるし。いや、そんな指5本ある豚なんだ。豚じゃないって。え、なんで豚じゃないって言い切れる。確かにある意味広い意味では豚かもしれないけど、俺は豚じゃないと思って生きてきた今まで。豚人間があった場合は豚よお前。そうなの。豚は人間に化けた場合人間だと思ってる。ああ豚です。豚だと思ってない豚やな。うん、思えなかったね。ただの豚じゃない。まあ結構もうマネージャー業も板についてきまして、ベルサーチなんて来ちゃってね。いや、これベルサーチありがとうございます。ドックで買いましたね。ドックもね、コンボイさんっていうね。俺が出てきたのも伏線みたいなもんだよ。俺が最初マネージャーになる前に出てきた。確かにね。そうだね、酒飲みに来てくれたもんね。そうそう、飲み会講座ね。けど飲み会さ、じゃあゆうたまだ19だったやん。で20になったばっかで俺らあんま飲めないから、ボンっていう手法がいるっていう説明は OK なの。なんでお前手法なの。お前さ、なんでお前、お前の誕生日つつ1月3日です。はい、あっちゃんの誕生日の後だったの。あ、確かに1月23日で3月だもんね。言ったんでしょ。その間2月ぐらいだった。いやいや、じゃあなのよ。だからどんなに早くても1月3日なわけやん。2月の動画で酒豪で焼酎1リットルぐらいを一気読みできるみたいな説明を受けて、まあ任せてくださいみたいなテンションは捕まんなくていい。端的に説明すると、あの撮影日までで死ぬほど飲んだよ。まあそう、余計な詮索はするね。本当お前ら俺の本垢とかポロリコ送ってくんだよ。そうそう、そういうのを言っとかないとダメだから。だからそんな感じです。僕が出てきたのも伏線回収みたいなもんですよ。じゃあもうそんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じで地元の友達じゃない友達も一緒に仕事することもあるということ、まあ、こういうパターンもあるよ。まあ今日の客といたしましては、友達が出てくる、元カノが出てくる可能性がある。全然ある。悪いね。全然ある全然ある。まあそんな感じの企画なんでね、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。そしてこの動画の最後には重大な告知ありますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。もうあれちょっと街なんでカメラに映りたい人は映る。タバコ吸う人はもういつもここで吸うのが地元ノリですから。地元ノリとさ、身内ノリってどう違う？ボンはさ、身内ノリやん。あだからボンがいた場合、地元ノリを全国にではないから。フォ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 、ユータユータユータ、そういうのは2人の時に。いや、みんなコメント欄で考察とか書いてんね。あの山本オールスターズさんとか動画始めるから多分そうです。だから地元のノリですから、地元のメンバーに外の友達引っ張ってきちゃうっていう地元のノリやん。あよくひねくれたユータをギュッて伸ばしたわ。くだらなくてさ、外に話した時に何その話みたいな。いやおもんな地元のノリやん結局。身内でワイワイやっといてくださいよって言われちゃうとこを、あえて俺ら全国に届けていきましょう。これが地元ノリを全国へのスローガンじゃない。すごいな。いわばあの輸入と輸出が自由な地元ノリです僕たち。まあちょっと飲み会した時に、うん、あのスイ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 ちゃんのね、はい、クソダサいこれやりましたけれども、はい、あれとかも外から持ってきてるものを自分たちに当てはめちゃう、はい、で九州が連続で飲んじゃうっていう地元ノリにしちゃってるの。ほうれん草ほうれん草ほうれん草も、うん、例えば俺らが地元でやった時に九州が下手くそだからあえて今やるとかは地元ノリや。あそういうことです。そのゲームはねスカイピーさんから教えてもらったとかで。いけたもう文句ない、うん、もう文句ない。よっしゃーやばい、まずい2人出てきました。あの吸い終わったんで、はい、本当に一服してたしてたから。まあ今日は自由ですから。いやいや自由よ。お前ぶどう食っちゃえ。いやぶどう食っちゃえ。あ俺フルーツ嫌いなんやね。あんまり好きじゃない。まあそれ地元のりや。うん、フルーツ食えないっていう地元のりこれはねガチ地元のりを。でユーマが何も言わないで勝手に食ってまずいみたいな顔するのも地元のりやな。捨てんなお前。それはもうユーマね。俺らこれ地元のりじゃない。後で買って拾ってください。入れて入れて。
全国回ってさ、どんな地元のりがありますかみたいなさ、テレビの企画みたいな、いつかやってみたいですね。却下らしいです。大丈夫、その意見出すの大切だな。これ地元なりに地元なりに、ね、大事な話しようとしてる関市ちゃんの地元なりに。どういう神経してるの。こういうノリの裏には全部地元がある。そうそうそう、これとか地元のりね、これこれ地元のり。そういうノリは良くない。危ない危ない危ない。人刺す、うん、痛くなかったでしょ。地元ノリじゃないでしょ今。地元ノリや今のとかも。いつか人刺す。まあ誰も来ねえな。まあまあ言うて30分ですからね。ここにこうやって来るのも久しぶりやな。シンプルに言うたとヤマトは地元にいないからね。え、お前は全然地元じゃないよ。俺ギリ地元じゃね。いやギリ地元よ。あ、まあけど、うん、ヤマトの今住んでるところの方に俺らあんま行かなかったよ。行かなかった、うん、あんま興味示してなかったよ向こうの方に、うん、ユータの住んでる方に俺ら結構食べに行ってたよ。行ってた行ってた。で、食べてたものがあるやん、うん、で、大雨の中そこに食べに行って青木の髪濡れたりしたわけや。あーギリ写真あるかも。あるかも。派生が濡れてたりしたわけや。普通の範囲内にはいる。確かに。そうですか。なのでどっちかというとユータじゃん。ちょい、ほら俺から見たらね。あっちゃん俺完全に地元出たもん。あっちゃんも出たね。そっか、うん、それだけ。え、なにくちゃくちゃしてんの。地元なり凌駕してきて。今日の結構あっちゃんとか言うの大変な扱う。俺らちょっとさすがにね、あれあるから。どの子なんやばい思うんが、ここのセブンって俺らの代しか基本いない。あ、まあそりゃそうだ。俺らの代と4人乗りしかいない。うっせぇー。何その登場お前。花見してた。そんなに花見しないでしょ。めっちゃやばいね今の。ちょびっくりしたんだよね。やらせみたいな感じで出てきたけど。いや全然全然ガチ来たもん。ちょ何よお前。別に知名度もなくて地元の誰もいないとこ歩くのにマスクしてんの偉いわ。これ偉い。めっちゃ偉いわ。あれちょっと待って。ヒゲねえ。あ、お前地元じゃないわ。ヒゲ剃っちゃったんやけどね。地元の友達の木内でーす。おーい範囲広っ。、まあ、本当に山田孝之さんとかの範囲よ。まあこの間もちょっとねコテージみんなで行きまして。ちょっと僕記憶ないですけどね。楽しかったら楽しかったです。まあ楽しかった写真こちらかな。楽しかったね。楽しかった、めっちゃ楽しかった。え、なんか一番の思い出とかあるの。誰がなんかやってたとかあるやん。え、俺的にヒューガなんだよね。え、俺何してた。え、椅子の上でずっと踊ってた。覚えてる。いや、覚えてないんだけど椅子の上でずっと俺がなんか踊ってたでしょ。あなたあんま歌わないよ普段。うん、めっちゃ歌ってた。めっちゃ歌ってた。いやなっちゃー。今回は死んでもいいぐらい。うん、でも言ってたじゃん俺みんなに YouTuber やめるかもわからんくらいの気合で行ったらやっぱ2時間ぐらいでもういなくなってた。ゆうたもだいぶ楽しそうに飲んでたし。楽しかった。楽しかった。楽しかった。これすごい。見てわかる楽しそうさだって。楽しかった。こんなこと言うのもあれだけど来たくねえ。どうしていい。それの1個前のコテージの楽しさに勝るものはないの。あー水びちゃびちゃのね。水びちゃびちゃで外で飲んだ時。いや3000本ぐらい酒あったんじゃないかみたいな。なくなったからね。そうそう、この中にいいの。そうそうそう、まあ、七竹っていうのは何かと説明しますと、まあ、うちのこの木内くんのあの乳首があの斜め好きなんです。しかも力入れた時に斜め。そう、垂れ目みたいな乳首をしてて。ヤマト160万人のチャンネルね。うん、だから言うんだよ。ドカンで受けると思ったよ。ドカンの、ドカンの間だったよね、今。間はドカン、間の取り方はドカンを起こそうとしてる人だったよね、バーン。ユーマ、今バーン入った。後に入りました。あ、後に入った。ヤマトにいじられてのバーンだ。素人で臭み。待って、川口じゃね。おお川口。今さ、YouTube 撮ってんだけどさ、ちょっと出れる。いや出れないか。見てくれてる。見てる。おい、じゃあちょっとこれで、あの川口って言ってるのがちょっと出るから。川口なんかすごい自転車でね、俺の自転車を直してくれたりしてるからね。川口くんなんですけど、まあ日本で一番ギアチェンジをしてる。一番、多分日本で一番ギアチェンをしてる男ですから。頑張って。じゃあね。嬉しいね。超嬉しいね。キューチで言うとなんだ。あと他になんか言っときたいこととか挽回しておきたいこととかある。まあそれこそ最近だとオナニスト事件。あっ。が買おうとしてんのを俺が見てたと思う。ああ、あちゃんのあのビヨンで伸びるもん。でかでか。じゃあのだからあっちゃんのビヨンオナホはあの俺も現場にいますので。そう。普通にあっちゃんとキューチしようかな。まあ何人かでドンキホーテ歩いてたんです。
そしたら俺の横目にこうありえない動きが映ってたの。で弾まで吸い上げる、なんとかなんとかみたいなのがめっちゃ聞こえてきたの。やっぱ時代も時代だから。でそれで俺が楽しくなっちゃって、笑つけみたいな、雨切りじゃないかって言うんで、おっちゃんこう来て、お前これ買え当時金もそんなないから、そう、あっちゃんがそういうの興味あるやん。だから買って、あのどんなことを言うのか楽しみだったから無理やり買わせたって。それはお前も使ったのかな。あ、俺使ってない、俺使ってない。誰か使ってる。俺使ってない。じゃあ俺は使ってない。俺はジュリアのオナホをアチャにお下がりであげて兄弟になった。ジュリア兄弟だ。ジュリア兄弟。腰先休んだ。誰かに。なんか腰…カナタだ。カナタか。これテスト出ますよね、こういうとこね。そう、テストテスト。あっちゃんがオナホかしたら誰でしょう。カナタっていうのはね、まあ、なんかそれ全国テストみたいなのやってさ、1位だった人なんか仕上げて、なんかしたい、マジで。ちなみにあっちゃんが電話を自分で乳首に当ててる動画がこちら。あったね。あったね。キューチャーと朝キャバ禁止やな。朝キャバ禁止。キャバ嬢の膝の上に寝るの禁止やな。もうボロボロや、俺の衣装。だからそれは別に普段の普段の生活だから。まあ入んだ。あれ、待って。これは青木社長の可能性。絶対そうだよね。社長だな多分。じゃあリオだ、やっぱり。よかったよかった。リオっぽかったから。自己紹介だけ。どうも、アンゴーバーズデザイン担当やらせていただいてます、青木リオです。夜の声やな。すごいやね。そうね、やっぱすごいブランドをね、今やってますけどね。こんなところで、どんなところで。散歩中です。あ、そうだよね、それは普通あるよね。いや違う、今日夜ちょっと話そうみたいな。あ、で、普通にこっち側に呼んでたの。そう、こっち側に呼んでる。ここだもん、気まずそうだったもんね。え、撮影中がっつりやってよ、キューチ。タイプだから。見て、あの、なんか思うことあったら入ってきて。今日の企画なんだけど、まあ地元にいたら地元の友達いっぱい来る説みたいな。まあリオもほぼ地元の友達。そうね、そう、ありがとうございます。俺らしか知らないエピソードを話して視聴者の人にも楽しんでほしい。まあリオのエピソードでサクったとかそういう。まずいんじゃない。これはまずい。これはまずい。これは名前はピーかかってる。サクったっていやらしすぎる。下品すぎる。俺らは使わないよそんな言葉。3連続ぐらいで。以外全作。以外全作。リオがホテルに女の子と2人入っちゃうと女の子が岩になっちゃうんだって。そういう現象があるんだ。カービィ気持ちわかるよっていう。カービィ系女子。そうです。いや面白い。マジです。ありがとうございます。なんかそうなの。ハンゴーバーズのブランドもありますけど、発売日とか言っとけば。4月もうそろそろ販売するので、ぜひハンゴーバーズチェックのほどよろしくお願いします。まだ見せらんない。今着てるやつね。マジやばいから。俺ね、俺も本当対応しようと思っているんで。ありがとうございます。終わりかな。いや、まだ。次の友達が来るまでは一応。だから例えばリオを悪く言わないようにしたいから、俺も。ホテルとかにリオと同席する時がじゃああったとしたら。したらね。したらよ。あったとしたらね、もうその時にやっぱ夜飲んだお酒が昼2時まで残ってるから、チェックアウトギリギリでもおっぱいを揉みしだく体力がある。普通に考えてチェックインします。かなりおっぱい触ったりチューしたり、まあエッチしたりするのがアラブホテルですから。それはわかるんですけど。寝る。で7時間8時間寝て、結構バッて起きた時ってもう「おはよう」「大丈夫ね、楽しかったね」みたいな「転んだね」とか言いながらタバコ吸ったり、じゃあシャワー浴びたりして、じゃあ出ようか、ジョン。リオはやっぱり「うわ、ねえさん、お姉さんだから」やってるから。チェックアウトギリギリに乳首まで指届くから。恥ずかしいね。それを知ってる俺もだいぶまずい。いや、だいぶまずい。聞いた話です。俺も聞いた話みたいな。リオも聞いた話か、これ。来ましたね。よし。来た来た来た。じゃあリオさん、ありがとうございます。ありがとうございました。でもタバコとか捨てて。いただきます。お疲れ。やっぱ良いな、マスクが。マスクしてんだ。おー、懐かしい、これ。夏いね。夏いね。ということで、地元の友達のかなたかずえでーす。よいよ。いや、仲良くないやん。コケモト言ってたね。言ってました。これ岩井さんにやってもらいました。これ概要欄に貼っておくのでよく見ておいてください。あ、カゼが貼ってくれる。ありがとう。手間、手間。ユウマブチ切れてるよ。仕事増やしてんじゃねえよ。いや、でも岩井さんだ。あ、あともういろいろ爪とかカラーとかいろんな。まだまだやるつもりだ。次のインスタグラム貼っとくんで、それフォローもよろしくお願いします。カゼちょっと自分で
てるこれガチで貼ってなかったら今ほんとめんどくさかっただけだから7もうちょっと待って。いやいやいや、ほんとそれ息ないよ、ほんとその話はどうじゃマジでみんなどう俺らがさ勝手に話しちゃうのは嬉しいよこの動画で話してくれるのは、うん、でもねやっぱねプライベートもあるからね俺らはね。そうだよね。でもいいことだと思うけどね、彼女それぐらい仲がいい。いやおかげさまでね、プラスよね。だから街中でファンの子がカナタを見てさ、ナナ君ですかってなったらヤバいからね。ヤバいよ。でもなんすごいいい伝わってるんだ。言えないからね。それエッチ中もナナリリなの？それはない。あ、じゃあ普通なんだ。名前なんだ。それはない。それはないの、おかしい。え、じゃあギャップで名前で呼んじゃうよね。あー、なるほど。それ面白いから長いからね、やっぱ付き合いがね。そう、いろいろ変化しないと、人は芸能変化しないといけないもん。いや、伊藤聖子関係ないやつ。伊藤聖子関係ないやつ。パパママ時代もあったわけ。はいはい。そのパパママ時代もエッチ中は違う呼び方なの？いや、その頃はもうストレートでそうじゃないかな。え、パパって呼ばれたの？パパママ呼び。ちょっと待って待って、お前はパパって呼ばれてママって呼んだの？呼んでた、呼んでた。うわお前風外れて言っちゃってるけど、あとでリリに呼ばれる。絶対呼ばれる。全部カットで。いや、それで呼ばれちゃう。これやめろ、これやめろ。これ、バーン2個ぐらい入ってました。いや、ゆうまくん全部顔かぶってました。やった、バーン入った今。いや、俺のバーン。バーン取り合うなよ。みんな経験あると思うんだけど、やっぱ思いってこうどんどん盛り上がっていくわけじゃん。まあな、将来この人とか結婚するのかなとか思うわけやん。その行き着いた先がそこだよね。ああ、なるほど。じゃあ俺らは行きつけてないところをいじってる板客ってこと？いや、痛くはないよ、嬉しいもん。なるほど、痛くはない。痛くはない。今痛いって言った方がおもろいけど、カナタっていいやつだからね。やっぱ痛くねえんだと思って。じゃあその過程にあの赤ちゃん言葉があって。じゃあダメだよ。会いたいで中とか。けど別にいいことだと思う。え、ダメなんだよ。彼女に全力で甘えられる彼氏はめっちゃいいやつやから。めっちゃいいと思うよ。そこで見栄を張ってカッコつけてるようなやつはやっぱ彼女と長続きしないよ。どうやってやめたの、そのデッチュは？やめようっていう話になったの？だって和とかもさ、ちっちゃい和だったやん。あー、ちっちゃい和だった。ね、やめたタイミング。やめたタイミングはね、いや、なんか喧嘩でやめたね。ああ、一回喧嘩しちゃって、そんな言葉使えなくて。そうだね。パパママ呼びはどっちかだって言いました。まあ俺じゃないかな、そこは。提案っていうか呼んだんだろ。呼び出したんだよ、俺。ママみたいなのをノリでやって、そしたらパパって言われて、それがこうぶつかり合ってどんどんでかくなって、もうパパママになっちゃった。なっちゃった。悪ふざけが長引いてた。そうそうそう。だから赤ちゃん言葉とかもそれこそそんな感じ。あ、そうだね。眠くなってきて、もうヘニヘニの声で電話してる時に、眠たいんちゅうみたいな。コナタの黒歴史が正当化されてきた。おい、そうなんだよ。でげん、無理だってセックスのことセックチュって言って。やめてください。これはばっかりできない。そろそろセックチュしたい。もうやめてください。それに彼女も乗ってきてる場合は、これはめちゃくちゃ楽しい関係で、俺めちゃくちゃいい関係だと思うよね。まあこれ多分ヒューガもやってるんだよ。なかなかのカバー。ソリブラか。やったんだろ。いや、ガチやってねえ。やったんだ。めちゃくちゃ甘えただけだろ。やったよね。ヘキちゃんと付き合ってた。誰がお前ヘキちゃんと付き合うんだよ。ベロピ当たるわ。プロレスカップル。プロレスカップル。やめろ、入れた城的に言うの。風のやっぱ彼女いない歴が結構すごい。ああ、そうやね。これもやっぱ地元ノリではあるから。そうね。張ってるよね、ここと。いや、俺の方が上なんだよ。あ、そうなの。やっちゃんの方が上やね。ガチだ。でも俺ずっと8年じゃん。8年目か。まあじゃあ、まあ8、9年ね。8、9年だ。ここから8、9年でね。じゃあ俺8年って言ってもう1年だったってこと？もう3超えてる時点で結構重たいから。別にその付き合う付き合わないをちゃんと見分けられるこの2人は、別に選球眼もちゃんとあっていいと思うよ。まあ、ヒューガも彼女いたことないんじゃないですか、こいつ。実は。え、嘘ついてた。絶対見え張ってんだろ。こいつ童貞だろ。うわー。ヒューちゃん、イキリ童貞でしょ。イキリだ、お前。掃除しに行った時ティッシュ塗っちゃったよ。あれ全部オナティアで。涙の数だ。やめて、セックスできない涙が女に表現。かわいそうだわ。今いっぱいの人が。あっちゃんはもう一回も捨てなかったら家パンパンやから。一軒や。一軒や。空間がパンパンだ。全部ティッシュってできる。一応募集する？いいっすか。条件。条件、格好可愛い人。カズヤのそれが痛いんじゃない？それきついんだもん。もうだからできないんです。じゃあもう言わせて。じゃあとりあえずじゃあ今から少し。いい、言っていい。
ローラさんお願いします。あ、検索数1だ。地球で検索かけて1人しか出てきてないわけやん、うん、でしかもお前そこ多分あれよ、いろいろあの年収とかいろいろ書く場所で全く見合ってないやん、うん、身長とかさ、やっぱいろいろ書かなきゃいけない多分風がさ、こう書いて出てきた物件が あの申請遅れるわけやん、うん、お前申請遅れねえじゃん申請も遅れないやつが、うん、ローラさんお願いしますってアホだなやってることがもうだから一生片思い一生独身ですやるお前お前最近山下和夫ばりの勢いで人抱きに行ってたやん生命の危機を感じてたお前あれ男として一番勢いあったんだいやあれあの日マジありえなかったよあっちゃんとかなたと木内とカズエとピーでみんなでピザ食べながらマリオパーティーしようやみたいな多いなあのオフのにねやろうとしてて今日パーティーだみたいなめっちゃ盛り上がってたの、うん、したら抱きたいんだよあ、女性をねもう完全に面白いそこは俺らも言えないから、うん、いなっつってなっちゃんが後から位置情報見たら三鷹駅までラブホまで直行直線建物ないぐらい直線もう道路を通ってないんじゃないかみたいな気持ちよかったチルだったはい、うわお疲れ様これはね地元ノリじゃない今のは風邪ノリだから、うんうん、風邪はやっぱチルって言葉を多用したがる板大学生だからなんかワツグってだけを7年間聞いてる完全にアンマーと交互交互的にあれいいよ打つだよお疲れ今日下がろうか、多分お、ともいだどういうおー、ともいよえぐいって、もうえ、出る出る結構ですえ、一応さ、ね、ゆーたの元好きな人バカか同時に私の初恋をバラされたんだからゆーたの好きやったんえうわー金星、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 金星あぶねえマスクしててよかった若手すぎる頑張んないとなってまあじゃあ後で、うん、そこはまあやるやるちょっとたりしてね、うん、まあじゃあ4人乗り地元の後輩 YouTuber4 人乗りですお願いしますバスケ部の人はい野球部の人はいだからバスケ部の時は本当に全然仲良くなかったっていうのもやっぱ俺らが俺らの代で仲良くしすぎてて、うん、ごめんねっていう気持ちは今ではあるんだけど YouTuber になってから結構ちゃんと可愛がってるめちゃめちゃ可愛がってもらってますねホントに一番可愛がってる YouTuber と言っても過言ではないからおおそういや本当そうだ誰が一番可愛がってないコムドってここに全員が聞きたいえこの人にもうちょっと可愛がってもらいたいなでいい、うん、じゃあなんか一つずつ言ってるか待ってますあ誰でしょうあゆまくんはい、結構動画には出てるし可愛がってそんなユーマが指名この撮影もう落ち着いたのかなと思ってたんですけどなんか俺の可愛がってあげるっていうのはやっぱ飯とかをなんか連れてたりとかなんですけど、うん、多分ユーマくんだけないんですよ、うん、あー、別に動画ちょっと仕事っぽいみたいなそう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 、うん、頑張るベクトル間違えたーおー、いいな結構いいね結構いいね結構先輩は最高ですユーマって後輩付き合い苦手なんだけど多分一番よくしてると思うあでもそれはすごいユーマの中ではそうすごく伝わります、うん、あと企画で1万円もいただいてるっていうそんな話があるのえ何そんなかっこいい話をしてたの聞き焼き魚の川っていう動画で出てくれてその帰るときにちょっと使ってっつっておおかっけえ金で信頼を得るタイプああ照れ隠しかわいいねホントにねって書いんだよユーマはいじゃあちょっとこの人もうちょっと欲しいな、うん、あつきくんですよねあっちゃんはガチ可愛がってない可愛がるのが難しいんだよ自分可愛いと思ってるから確かに違うね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 全然違うねお前自分のこと可愛いと思ってるよ違う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 ね違うね違わないよお前自分のこと可愛いと思ってるよいや違う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 あ、来ないんだブチ切れだそうねやっぱね YouTube でブチ切れる人って柴田さんとあっちゃんぐらいしかいないもうちょい頑張れたらいいお願いしますおこちょっと言いづらいんですけどゆうたくんなんでだよまあけどゆうた可愛がらないもんねこの前バスケ撮ってくれたんですよ一緒に、うん、その後に誕生日祝うのでケーキ渡して、うん、ボケてっていう振りやったんですけどそれちょっと乗ってくれなかったっていう、うん、そうなのそうなのやばかったなバースデーのチョコメッセージで一発ボケてって書いてあるんですよ、うん、俺こういうのやんないからあ、なるほど、じゃあだからいただきますバフみたいな分かりやすくああ、もう分かりやすくあの目がもうあのガチガチでここ別に触るみたいな違う、悪意あるよ本当ありがとね、本当ありがとねって全然ボケないって言うボケやコードだわ
この目をしてた。お前らなんでわかんねえんだよ。の目僕編集だったんですけど、結構ちょっと使いづらいなっていうふうには。使いづらい動きしてんじゃん。ちょっと後輩のチャンネルで使いづらい動き。ちょっと気をつけます。余裕だな、一応再生撮ってるから。いやマジめちゃくちゃありがとうございます。ヒューガ君。あ、俺ね、結構ほんと頑張ってる。いや、俺は別に頑張ってない。普通に俺好きだから、みんな。俺人好きやから。まあだから基本的に、じゃあお金ないとかだったら、まあ飯コンビニ上がっ買ってあげようかなとか思う人だから、まあたまたま会ったらそりゃそうよ。だからちょっと忙しかったりすると、ちょっと先輩もちょっと帰るってなるのかもな。確かにそれはあるかもしれない。これで言うと僕が一番いい先輩な。いや触れられねえんだよおめえ、声が。違う、俺結構いい。お前はガチでだから仕事でお世話になってる。先輩として可愛がってはない。いやでも結構ちゃんと教えるよね。まあそうですね、そこは違う世話なんじゃない。後輩が成り上がったら嬉しいなって思うから、手助けしたいなっていう。自分たち助けてくれる人がいなかったから、まあでもその当時やっぱ池見くんとかがご飯とか俺らにご馳走してくれたから、まあそういうのは俺らも。そうね、俺はやりてえって思う。そうそう、上からもらったものは下に返すみたいな。でも上がいなかった分そういう知識はなかったから。それもあげよう。うん、そうそうそう。チャンネル登録今ない。まあ27,000人くらいですね。ああすごいから。普通じゃないからね、27,000人登録してくれる。お願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ後半代ぐらい誰か。おお、じゃあ誰がいい今。じゃあ誰が、誰が一番後半代出すよ。全然。じゃあ指差しで、せーの。ヤマトが3票で言う。ヤマト君10万円を。10万円。くら寿司でも食いに行くの。くら寿司10万円。おお、一発ボケてくれるわ。でも財布取ってくれよ。もう君のそういうとこが好きだな。僕と同じだ。じゃあご飯代ヤマト。ご飯代というかね、企画代。おお、はい、違う可愛がり方や。すいません、これ。ありがとうございます。企画代ですね。させていただきます。企画代だけで大丈夫。ご飯代も欲しい。ご飯代っていうことで俺刺した。そうだね。じゃあご飯代はまだもらえてないんで。そうか、そういうことか。ご飯代はもらえてない。じゃあご飯代誰から欲しい。なんだかそういうこと。指差し、指差し、指差し。せーの。ご案内もえぐっ。じゃあまあまあ、空いてるから。空いてるから。だってクレジットカード渡しちゃうんだよ。うん、これクリカだ。あ、ご案内ね。全然しょうがないから。しょうがない。いやで俺も刺されても絶対渡してる。刺しといて受け取りづらいのなんだ。やられたわ2万。これ木内とかクソ欲しい2万だよ。気に入ったからね。ありがとう。ありがとうございました。最近言いたいことがあるんだけどもさ、ありがたいことにこれ社長なんですけれども、給料が同じ。うん、です。いやまあ社長やからね。だけど俺らは社長ではないから。社員やから。ジンクス。俺嫌だったし嫌だったし。終わってんだよその時代。ジンクス。さらに手投げ手投げ。かわいいやつですけど。勘違いしないでほしいのは、あ、お金稼いでお金適当にやってますわみたいな2万円ではないな。俺らも実はその池見くん先輩に1万円企画でもらったことがあったので、その1万円はね結局使えなかったんだけど、ありがとう。重みがありすぎて。4人乗りこれ簡単に使ってきそうや。これ今度これヤマト君からもらって1万円なんですけどみたいな。すぐ出てくるから。引き続きにはまああと2時間ぐらいなんですけどね、ちょっと待っていきたいと思います。はい、ということでね、分かる人には分かると思うんですけど、何回か名前が出てるね、中野。出ました中野ね。中野の同じ序罰という。中野、中野出んのやばいね。中野も小さくなったな。同級生序罰の中野です。グリーメンの靴下の中野。一応差し動画だけ入れとくか。これね、坊主の旅にね、グリーメンの靴下でちょっと出場してもらったんだけど、完全なる地元乗りじゃん。中野がグリーメン好きって。そう、反響あった、あれに対する。あるよ。あるんだ。あるよ、あるよ。中野じゃんみたいな。え、なんでさ、そのグリーメンを出したけど中野って分かる。実は高校もグリーメンのつけてた。実はね、それは実は今のトーク的に隠してたから。そうだね。え、就職はした。そう、入社式。うわー、ほら今日やるのに意味があるね。あら、ってことで、じゃあ明日入社式頑張ってください。やるね。これは中野。これリアルだから。これが地元乗りっていう感じでね、やってますけれど。ということで、僕たちちょっとブランドを作るっていう話をしたわけじゃないですか。はい。でそこのね、デザイナーと今日ちょっと打ち合わせがあって、ちょっと地元に来てるんで。普通にね。まあその友達にも出てもらおうと。ああ、せっかくならね。そうそう。こんばんは。おはようございます。僕たちのブランド、バードックのデザインを担当してくれてます、あっくんと松浦です。お願いします。お願いします。いなくてはできないですからね、僕たちのブランド。まあ実はね、ちょっと今日ビジュアル撮影もしてきまして、めちゃくちゃイケてるよね。うん、やばいね。想像以上に。やっぱこの2人はね、めちゃくちゃシャイやからね。
だからなんか特にこう喋ってもらうとかないんだけど、まあ、なんか結構そのブランドを作るっていう上で、まあ、熱い話をして、インフルエンサーの人ってさ、いっぱいこうブランドを出してるわけ。でもなんか俺らがインフルエンサーだから出してるブランドっていうよりは、俺らが着たいから着るような服を作るブランドを作ろうっていう話になって、でそれをこの2人が形にしてくれるっていう感じかな。松浦は俺とボンと高校が一緒で、高校の友達で、アツシはリオの友達だ、で、友達になったから友達だね。どう敬語だよね。言うと敬語使われてる。敬語だよね。いやー、全然だって一緒に仕事してんだから、ね、もう人見知りが過ぎちゃって人見知りがね。全然よ、もう俺、えぐいのが松浦たまに俺に敬語使うから。いや、それもう最近 LINE だけど、松浦なんかエロめの彼女と付き合ってたからね。まあ、ここまで知ってるもん、俺も。それ違う、エロい人がいいの、松浦モテんのだから、いつかね、あの動画に平賀さんとかも出てきたぜ。そうだから俺らが作ってるからとかじゃなくて、やっぱ物もめちゃくちゃいいものを作る予定なので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。まあ2人はどっちもグラフィックデザイナーなんだけど、まあ、特に文字得意で、で絵得意でみたいな感じで、まあ俺らのブランドをやってくれてるから、まあ、2人のアカウントとかもちょっと貼っとくんで、めちゃくちゃイケてるブランドなんでチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れした。お疲れした。ありがとうございます。ありがとうございます。この人も出得意をテクニックすビデオグラファーのテズです。ゲルメイヤーっていうね、異名でやってますけど、100万人以上の PV。 そうそうそう、僕たちの PV よね、手がけた。そうで、今回のブランドで作る PV もテズがやってくれてる。マジ出てきたね。ありがとうございます。おかげさまで。いいことだった。ちょっと待って、よしよし、オッケー。ケズやりすぎ。ケズのエピソードも一つ話しておくと、やっぱあのクリエイターハウスっていうのがありまして、まあモラトリアム帝国っていうのが家なんですけど、まあそこにクリエイターの人がいっぱい、まあ、詰まってるわけで、そこに僕お邪魔した時にテズが、大丈夫、山ちゃんダメダメダメやって、言えるだけ言ってみる。言えるだけ、サイクカットとかピーク言えるだけ言ってみる。俺が家に行ったらもうドタバタ言ってんの、うん、みたいな、家の中が。でこう見たら、俺はこう目で追ってるだけなんだけど、大きめのパーカーを着たギャルが走るの。テズがで、そのままテズの部屋にポンってダイブして、で、そこになんかいろんなクリエイターがこう、もう毎日クリエイトしてるから、もう溜まっちゃってるの。松浦も飛び込んできたね。ボン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 言うな。真実に変わってるやん。冗談なのかも分かんない。一人のギャルのとこに、俺だ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 みたいな、そんな幻想みたいな話もあります。楽しげな家だったから、すごい。で、まあリオが出てきて、おい、ほら、静かにしよう。家主がこう、制して、怖いみたいになるやん。家主も次の日追っかけてっけどな。テズもかっこいい PV 他にも作ってるんで、よかったらテズのアカウント貼ってくんで、そっちから見てください。お願いします。ありがとう。クシャッ、ありがとうございます。クシャッ、すごい。じゃあ締めますか。ということでね、まあ、リアルに約3時間半ぐらいに及ぶ撮影になったんですけど、まあ、たくさんの友達がね、うん、この地元のコンビニに集まりましたと、まあ、やっぱいい動画になったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、最後にというかね、うん、地元の友達も待ってくれてますけれど、うん、僕たちの作ったブランドの服をちょっとプレゼントしようかな、うん、地元の友達でやってることの一番のかっこよさみたいな部分が詰まってるかな、まあ、デザイナーも友達で、フォトグラファーも友達で、ビデオグラファーも友達で、それを一つの服っていう形にして、まあ、地元の友達にプレゼントするみたいな、うん、ちょっとまだデザインが映せないから、ちょっと外側で俺ら地元の友達、はい、ありがとう、ありがとうございます。まあ、こんなね、いい雰囲気で、まさかのまさかの告知になってしまうんですけれども、うん、まあ、情報解禁ですね、はい、僕たちのブランドバードックのね、インスタグラムのアカウントがついに公開となりました。俺らがね、フォローしちゃってたから、もう見つけてる人はいるんですけど、まあ見つけてない人のために、まあ一応今日が情報解禁日ということで、まあ本当はね、今日販売始めたかったんですけど、まあ正直言うとちょっとゴタゴタしてしまって間に合わねえかった。ゴタゴタしたな、マジゴタ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 しちゃった全員目失敗失敗やからね、毎日。そう、サボってたわけとかじゃなくて、クリエイター全員で全勢力を注ぎ込んで、まあこの期間になってしまったんですけど、まあそのインスタグラムの方でね、販売日だったりとか写真だったりとか動画だったり、いろんなものが出てくるのでね、そちらのフォローぜひよろしくお願いします。これがね、4月1日に出てるんですけど、まあどうしてもやっぱね、この動画を4月1日に出したかった理由として、まあ一個の節目としてね、まあ僕たち今チャンネル登録160万人いますけれども、ここからまた気合を入れ直して頑張っていこうっていうね、まあだからこそ、この自分たちの周りにいる友達とかに出てもらって、まあこの人たちがいて僕たちコムドットできてるよって、うん、足元みたいな。そう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 、結構地元乗りに近かったんですけれども、楽しんでいただけたかな。
うーん、これ楽しかった場合どうしたらいいんだっけ。楽しかった場合はね、この動画にいいねコメントお願いします。お願いしますということで、うん、もうね今チャンネル登録160万人なんですけど、やっぱ年内200万人を目指していまして、やっぱりまだチャンネル登録してない人結構いる。お願いしたい。ガンガン登録してほしい。拡散これガチしてほしい。皆さんの力で、まあ、ここまで来てる僕たちですけど、まだまだやっぱずうずうしくやっていきたい、うん、結構来るんですよ DM で。視聴者を道具としか思ってないやつは、一緒にこう駆け上がっていってる仲間ですからね。仲間に対する侮辱はこれユーマが一番許しませんから。クセやからねユーマって、うん、切り刻みますよあんまないけどねシャームクス切り刻んでる描写ない。赤い斬撃で切り刻みます。あんまそういう描写ないよ。ゲームやりすぎました。ゲームやりすぎてるギガモトやりすぎてる。はい、ということで改めまして僕たちのモットー、地元の寮全国へ、これをね胸に刻みながらね、4月1日からまた気合い入れて頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。せっかくだからいる人みんなにバイビーするか。おいいね、めっちゃいいね。それじゃあまた次の動画でバイビー。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に、目覚めの一杯はアイスコーヒー、髪かき上げながら浴びるシャワーに、今頃君は目覚めたかなって、ふとまた君